A になって、シスが、あれ、何で26プラスだね。で、A イコール2って出た。で、A イコール2だから、じゃあ B 出そうか。B 出したのは、これに対して。ゼロ。答え？答えはゼロじゃないよ。マイナス。1、1、1。ただ、連立不等式ですね。うん。そう。気持ちいい。そうだね。じゃあ、これにもう一回入れよう。こっちでしょ、こっち入れてくれてんの。それでは24イコール X 分の、あ、見て、2分の A。